生まれ変わります。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。今日はですね、何をお伝えするかというと、今日のテーマはチェンジですね。チェンジ、はい、何がチェンジするかというと石戸です。そう、石戸がチェンジするのです。あれですよ、僕じゃない人がここに出るわけじゃないですよ。大丈夫です、はい、安心してください。安心かどうかわからないけど、こうずっと動画を見てくださってる方は気づいたかもしれませんが、髪がいや気づいてない人も多いと思うけど、髪がこれだいぶ多くなってきてますよね。これわかりますか？ここら辺まで来てるからわかるかな。うん、こんな感じでこうすごく長くなってきてますよね。うん、別に伸ばしてたわけじゃありません。ああ、どうしようかな、切ろうかな、そろそろ切らないとな、けどめんどくさいな、ああどうしようかな、すぐもう切らないとそろそろ 前髪がかかってくるし、切らないといけないな、けどめんどくさいなっていう風になってたら、ずっとずっと放っておいてしまってこんなに伸びてしまいましたね。で、もうどうせ伸びたのならね、もうこれ思い切って何か企画にしようと思ってこう考えたわけですよ。そう、それが何かというと、カリスマ美容師に切ってもらおうですよ。ご存知ない方のためにお伝えしておくと、今撮影しているのは岡山です。人は岡山生まれ岡山育ちの田舎者です。だけどこう世の中にはね、こうカリスマと言われる人がたくさんいるじゃないですか。そう、今ちょうどうちは東京に塾があるので、東京校舎があるので、せっかくなんでね、ちょっと東京で切ろうと、髪を。で、東京の青山、もうなんかこう響きがおしゃれですよね。田舎者だからよく分かってないけど、青山でこう切ろうと思ってるんですよね。そう、でその時にこうなんていう風に言うかっていうと、こう YouTuber っぽくしてくださいって言って、カリスマの人に切ってもらった結果どうなるかというのをね、検証していきたいと思います。もう仕事とかは全く言わずに、ね、塾やってるとか言わずに、もうとりあえず YouTuber っぽくしてください。もう染めてもいいし、パンはしてもいい、何してもいいから YouTuber っぽくしてくださいって言って、どういう風になるかですよっていうのを検証していきたいと思います。それではですね、これからって言っても、今岡山で撮影してるから切りに行くのには数日かかりますけど、切った後を見ていきましょう。こういう風になりました。早速いきましょう。ドドーン。これがですね、おしゃれな町青山で切った髪型になります。まあ、正確に言うと表参道ってところで切ったので、青山の中にある表参道ですかね。まあ、ちょっとよくわからないですけど、とりあえず表参道で切りました。これがですね、東京流 YouTuber っぽいおしゃれな髪型になります。これあれですよね、どちらかっていうとなんかこうクリリンのことかーっていう髪型ですよね。分かる人にはわかるか、よくわかんないですけどね。うん、なんかスーパーサイヤ人みたいな髪型になってますね。そして皆さん忘れてるかもしれませんけど、私は YouTuber でもあるのですが、塾の先生です。この状態で「はい、じゃあ今日レッスン1やってみよう、はい教科書開いて」とかって言ったらちょっと怖いですよね。てかだいぶ怖いですよね。はい、テキスト1000ページ開いて。これはなんかもう先生じゃなくて危ない人ですよね。もちろんこれが東京スタイルなわけないじゃないですか。これはギャグです、すいません。これがですね、おしゃれに生まれ変わるんですよ。そのおしゃれに生まれ変わった髪型がこちら、ドン。はい、これがですね、表参道に行って YouTuber っぽくしてくださいと言った髪型になります。何も事前情報がなく、 YouTuber、 とにかく YouTuber っぽく、今 YouTube 頑張ってるんです、 YouTuber っぽくしてくださいって言った時に、じゃあこういう髪型かというふうにして、こんな髪型になりましたね。はい、ちなみに、まあ、おっさんの顔なんか見たくないかもしれないですけど、どんな感じかっていうとこんな感じですね。こうすごいですよね、なんか技術的なところがすごいなと、さすが東京、東京って感じじゃないですか。よくわかんないけど。はい、こんな感じになりました。本日はですね、表参道のカリスマ美容師に YouTuber っぽくしてくださいと言ったらこんな髪型になった
というお話でした。本日の人の言い手でいかがだったでしょうか。本日は YouTuber っぽくしてくださいと言ったらこんな髪型になったというタイトルで送らせていただきました。すごいなと思ったのが、ただ髪型をおしゃれにするんじゃなくて、ちゃんとこう相手のことを、僕のことを踏まえた上でやってくれたってところがすごいなと思いましたね。最初にお見せしたあのトサカみたいな鶏みたいな写真があったじゃないですか。あれって実は美容師さんに提案されたんですよね。これをお客さんこうやってまずやってやった上で、その間でこうこの髪型に戻したらちょっと動画的にも面白いんじゃないですかっていうふうにアドバイスをくださいました。ちゃんと動画で面白いことをこう望んでるってことを踏まえた上でちゃんとやってくれたんですよね。もちろん、僕は髪切らないんでわからないですけど、技術的なところは素晴らしいと思うんですけれども、やっぱそれだけじゃなくて相手に合わせる、その人が望んでることに合わせることができるっていうのはやっぱり間違いなく一流だなというふうに思いましたね。あなたもですね、持ってるスキルをですね、ただ独りよがりに使うのではなくて、そのスキルをどう相手に合わせるかっていうところまで考えれること、それが一流なんだと思うので、ぜひですね、このどうだすごいだろう、俺すごいだろうみたいな感じじゃなくて、こう相手に合わせるっていうところまでできたら素晴らしいなと思って、この動画を撮らせていただきました。まあ、もちろんもともと企画は面白そうであったんですけれども、最後はこんな教訓でまとめたいと思います。プロなるものは、一流なるものは、技術力だけではなく相手に合わせることができる場合でした。はい、今日もですね、こういう企画系でいきましたけれども、普段はですね、効率のいい学習法とか、学習内容ですね、こうやって理解すれば理解しやすいという学習内容も配信してますので、気になった方はですね、この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またですね、ちょっと斬新な髪型になったけどいいんじゃないんですか、石戸さんと思う方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけたら嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。また僕は Twitter や Instagram もやってますので、そちらの方もぜひフォローをよろしくお願いします。最近 Twitter 頑張ってつぶやいてますので、もしよければ見てやってください。はい、それではですね、今後しばらくはこの髪型でお送りすると思いますけれども、ぜひですね、新しい石戸もごひいきいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら、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 チャンネル登録はこちら。